はい、どうも。DK ネットワークチャンネルのカロスケでございます。今回ですね、夜勤シリーズ第8弾ということでね、向かっておりますよ。この辺ね、8弾ですよ。今日はね、どういう便利グッズを買おうか迷っております。最近ね、マックっていうかね、そのマクドナルドの方じゃなくて iMac の周りのね、ものがね、ちょっと増えてきたので、コーナンとか行ってつっかい棒を買いたいと思います。つっかい棒っていうかね、なんて言ったらいいんだろう、あれですね、 L 字のテープ止めるやつ。こういう時間帯に100均行くのはね、久しぶりですね。ほとんど早朝だったのでね。はい、さてワープショー、はい、今ですね、この辺で着きました。便利グッズ買っていきたいと思います。はい、今ですね、便利グッズ、今日はね、5つ買いましたね。すげえ買った。全部ネット環境ですけどね。次は家行きましょう。はい、今ですね、買い終わりました。ね、今回ね、紹介する商品はね、5つ紹介したいと思います。まずはですね、携帯グリップスタンド。これはね、めっちゃ使えますよ、こちら。このパッケージがね、しょぼすぎるっていう、それがね、欠点ですかね。まあね、使いやすさはいいでしょう。この場でね、置いてやれるやつなんで。で、次はね、マイクロソフトカードケースでございます。こちらはね、結構使えるかと思います。よいしょ。おー、はい、こんな感じの、6つ入りますね。こんな感じの SD カードケースでございます。で、次はツインチャージャー。こちらね、 iPhone5 対応でございます。うん、ね、パソコンの USB ポートに接続すれば2台同時に充電可能でございます。さてと、早速開封しましょう。こんな感じのね、ツインチャージャーって書いておりますこんな感じのやつでございます。はい、次はですね、これスマートフォンフォルダーですね。こちらも結構使います。こちらはね、本当に使えます。充電するときとかに置くとこがね、便利なときに使えますね。で、これをほどいていきます。よいしょ。で、あとはこちらをほどいていくと、はい、こんな感じのものでございます。で、次はですね、まあ僕夜パソコン作業するかもしれないので、スタンドライト LED を使います。つきますよ。で、つきましたね。はい。今回ね、買った商品ですね。5つでございます。はい。こんな感じの5つの100均シリーズの商品を買ってみました。この動画が良ければグッドボタン、高評価よろしくお願いします。できればチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。それでは、失礼します。